ラピ TV です。火星で見つけた不思議な場所、今日はこの写真に写り込むこの謎のオブジェクト、このオブジェは何でしょうかね。まるでエイリアンの頭のような形をしたオブジェがここに写っております。この写真、火星の写真見つけましたんでね、詳しくこれは何なのか皆さんと一緒に想像して検証していきたいと思います。では次の写真です。こちらです。これが火星の鮮明写真です。そしてこういった何か昔過去に戦争があってね、火星で戦争があって破壊された後のような形に見えます。特にこれなんかそうですよね。スパッと切れておりますよね。何か柱だったところが切れたのか、それとも木の切り株がこういう感じで化石になったのか、こういった感じのロケーションのところ、この不思議な岩の形も何かただの岩でないような気もします。そしてこの写真のこの位置です。見てください。この形はまさしくエイリアンの頭に似てますよね。そしてズームするとこの部分、白い部分見えてますよね。ここがトゲのように尖ってるんですよ。果たしてこれは何でしょう。そしてここがね、何か空洞みたいになっているような形にも見えます。まあヘチマを横にしたような形と言いましょうか。そして上部がこの丸いエイリアンの頭のような感じで、こういった形、この岩の中からニョキッと出たような感じ、果たしてこれはここに昔過去川か何か流れていて、その水流によってできて風化してこういった形に削れてなったものなのでしょうかね。現実的に考えると、まあここら辺に水がだんだん流れて自然にこの硬い部分だけが残ったといった感じでなりますよね。空力的に言うとこういう空力にぴったりの形をしてます。こちらから水が流れて後方に、まあ、流れたような感じで先は尖ってます。こういった感じで、まあ実際現実的に考えるならそうなんでしょうけど、ここにボルトみたいなものが見えますよね。これまあたまたまそういう岩が見えているのかと思いますが、何かこれをオブジェをこう固定しているボルトのようなものがここに見えてます。考えすぎでしょうか。まあここ何かボルトに見えませんか、これ。そしてこれがその謎の、まあ、オブジェといいましょうか、まあ、古代のウェポン、兵器だったかもしれません。こういったものが他のところには全く見えませんよね。同じようなものができるならこの辺にももう1個か2個あればいいんですけど、そういったものは見つかりません。そしてこの辺の石とか何かおかしいですよ。この辺模様が入っているようにも見えます。そしてこの辺スパッと切ったような岩、そしてこれですね、はい、周りにも不思議な岩がたくさんゴロゴロ横たわっております。そこにこういうふうにあります。そして次です。これ引いたところ、火星のこういった状況のところ、火星のまあ写真ですよね。まあ、連続してお見せしますが、まあ、他のところ詳しく調べてないんで、見つけた方はコメントください。これが一番不思議なものです。そしてこれ、はい、ズームします。これです。ここトゲがあります。この白い銀色の部分がトゲがあります。鋭いバラのようなトゲです。何かここは空洞のように、まあ、ヘチマを思い出してもらったらいいと思いますが、ヘチマのような感じの作り、そしてここに固定されているボルトのようなものが見えます。ここにも見えるかな、ボルトのようなもの、これがボルトですよね。そして次です。はい、まああまりズームするとね、その物体がもう何かかくついてきますんで、まあできるだけこれがね、まあ、正式リンクの撮った全体が見える写真の倍率です。それのこの部分にあります。向こうに山々が見えます。こういったものを、下にあるものをズームしたのがこちら、上のこの形となります。皆さんもぜひこのリンクを貼っときますので、ぜひ見てください。そして次の写真、これがそのまあ正式リンクの写真となります。はい、そしてこれをズームしていけばここにあるといった感じで、これが火星ですよね。見てください、こういうふうにこれ正式リンク今飛んでます。
mars.nasa.gov の正式写真の、まあ、リンクです。これズームしていきます。75、80、90、100です。そして向こうに山々、火星の山々の景色が見えて、前に平野みたいになって、まあ、こちらの部分に岩がゴロゴロと、まあ、過去の戦争かなんかで破壊されたようなものです。それか、まあ、火星には地震が多いということが最近分かったそうなんで、地震によって崩壊したものか、そしてこれは果たしてどうやってできたのでしょう。こういう地質に詳しい方はぜひ、まあ、コメントをよろしくお願いします。プロの方見てこれどう思われますか。これはどうやってできたものなのでしょうか。まあ、こういった、まあ、風化しやすい岩といえば岩のような感じがしますが、どうでしょうか。こちらから水流が流れて、この部分が硬くてこういうふうに尖って自然にできたものでしょうか。しかしここにボルトのようなものが見えます。これが私が今発見したものです。ここに留めるボルトのようなものがあります。よく鉄橋とかにかかっているボルトですね、締め上げて頭の部分が丸いボルトがここに見えております。さらに拡大します。300、400、500いきます。で、これがそのボルトと言ってる部分です。私がこれを留めている、オブジェを留めているボルトではなかろうかというのがここです。そしてまあ、ここら辺は堆積したものがこういうふうに積もって、これが飛び出した部分だと思われます。果たしてこれは何でしょうか。これが正式リンクから今見ているところです。この mars.nasa.gov のこの写真のリンクは貼っときますので、皆さんもぜひこれが何なのかコメントください。そして最後にフィルターをかけてもう一度見やすくしてお別れしたいと思います。オリジナルです。ここがトゲですね、トゲのような部分。そしてこれ薄くしたと、はい、ここ見てください、トゲのようなものが見えます。そしてこれが、まあ、ヘチマのような中空洞になっているのか、こういう風になっています。まあ、これ以上拡大するとこういう風にデジタルノイズが出ますんでね、どうしてもこれぐらいが限界です。そして薄めにするとこう、はい、どうですか。ここ針のような尖ったものが見えます。そして白黒、モノクロにしたものです。そしてこれどうでしょうか。アップします。ここ針今見えてますよね。そして空洞のようなもの、そしてこれ、まあ、これはちょっと見えるこれですね、ここで針が見えます。そしてこういった、まあ、強調するとこれ、薄めにするとこういった感じで針が見えてます。そしてこれがボルト、はい、飼育でボルトがここら辺に見えてます。こんな感じで、これボルト見えますよね。あ、そしてこれがその針です、針の部分。そしてこれ、まるでエイリアンの横から見た頭のような形をしたこの謎の、まあ、オブジェクト、これは果たして何でしょう。この辺にボルトがあるようにも見えるんですけどね、私の思い込みでしょうか。皆さんのコメントをお待ちしております。今日見つけたのはこの謎のオブジェ、果たしてこれは自然にできたものなのでしょうか。皆さんのご意見お待ちしております。また不思議な場所見つかりましたらご紹介したいと思います。ラピ TV でした。ではまたです。さよなら。